昨日、感染が確認されたのは、いわき市で32人、福島市で24人、郡山市で16人など、県内22の市町村と県外の合わせて133人です。感染者の数は20日連続で、前の週の同じ曜日を下回りました。入院は144人で重症はいません。 病床の使用率は19.4%で1月11日以来およそ4か月半ぶりに20%を下回りましたまた宿泊療養は152人自宅療養は1364人となっています県は今月12日までを子どもの感染拡大防止重点対策期間として感染対策の徹底を呼びかけています